最近無理をしているんじゃなくて、周囲の者は騙せてもメイドであるこの私を欺くことはできないのよ。紅茶を入れてあげるから、しばらくは使命を忘れてゆっくりとお休みなさい。こんにちは。首だけになったイザヨイ咲夜ですわ。アシスタントマリサだ。私も首だけになった。首だけの霊夢だ。私の工場を取るな。そうまでして私に胴体渡したくないのか。なんやかんやでこれが一番落ち着くからだ。それよりもだ、タイトル通り今回は東方ロストワードの私について解説していきますよ。1ヶ月以上前にフル強化できた時からやろうやろうとは思ってたけど今になってしまったのぜ。ではまず基本ステータスから見ていきましょう。その前に一つだけ、ここでの内容は能力が全てマックスの状態を前提で話していくので頭に入れといてほしいのぜ。よろしくお願いします。では昨夜は速度に優れほぼ確実に先手を取れるキャラだ。加えてブースト3にするとダメージ量が他のキャラよりも大きく伸びるわ。というかブースト1にで伸びない分ブースト3で補完する感じじゃね。そんなことないもん。絶対に他のキャラより伸びてるもん。どうだかな。速力の数値は言うまでもなくトップクラスだ。それからスの攻撃数値は実はヨウムとどっこいどっこいだったりするのよ。てかヨウムも数値だけなら全キャラ中真ん中くらいだからな。何の自慢にもならん。余計なこと言わなくていいの。それから他の数値は下から数えた方が圧倒的に早いくらいには弱小だ。なんと言われようが現状霊夢よりはマシだもん。私の方が使い勝手いいもん。総合強さは昨夜と私とパチュリーしかマックスまで行ってないが、どうやらみんな6450で固定のようだ。もしかしたら他のキャラで上下するかもしれないけど、まああったとしても誤差の範囲だろ。続いてはショットについて見ていきましょう。拡散集中ともに単体用だ。ざまあ見ろ。ええ。唐突な誹謗中傷。よい子のみんなは真似しちゃダメだぞ。まあ冗談はさておき、何か特筆すべき点はあるか？拡散ショットの方は無属性中心の斬撃弾よ。ブースト3の時だけ金属性ディレイ斬撃弾が乗るのぜ。ディレイってなんだ？直訳すればチェーンだな。要は当たれば確率で相手の行動順を遅らせることがあるってこと。それから集中ショットの方ね。こちらも基本無属性の斬撃弾だな。ブースト3で体力を盗むってのがあるぞ。ナイフっぽい名称は一切ないんだけど、ちゃんと金属製の斬撃弾よ。能力もそのままの意味だな。お前吸血鬼だったのか。まるでうちの昨夜だな。別にそういうわけじゃないんだけど、どっちのショットもブースト3で金属製1個しか乗らないし、結界を割っていく戦いには向いてないな。じゃ今度は捨てるカードの方だな。一つ目は原譜殺人ドール。私はどこにでもいる完璧なメイド、してその正体やいかに。原譜殺人ドール。単体用で延期よりの金属製斬撃弾よ。攻撃前に相手単体の回避を3ターンの間に段階ダウン、 60% の確率で3段階ダウンさせられるぞ。相手に攻撃を避けられたくない時に昨夜が先制攻撃、後続の仲間の攻撃も命中しやすくなるからなかなかいいじゃん。ふふん、褒められちゃった。もう一つはブースト2以降のナイフには全部速力補正がかかるぞ。速力ナンバーワンの私にうってつけの能力ね。とはいえ現環境下では大した恩恵が受けられないのでなんとも。へぇ。他はブーストなしで金属製斬撃弾がつくが、ブースト3でも合計2つしか乗らないから、結界を割っていく戦いには若干向かないか。ブースト3なら結界破壊よりもダメージソースとしての利点の方が高いからいいのよ。ゴリラってことだな。わかるぞ。何にもわかってないわ。お次は全体攻撃の要求より完全無属性斬撃弾。記述、エターナルミークね。さあさあ皆さんお立ち会い。取り出したり、千本のナイフ。記述、エターナルミーク。使用時に自身の速力を3ターンの間に段階アップ。60% の確率で3段階アップするわ。なんだか食欲をそそられるナイフがいっぱいだな。お前こんなもの投げてたのか。私も初めて知ったわ。まあ何はともあれ、魚用と肉用ナイフには全て速力補正がかかるようだ。さっぱり意味がわからん。どういうことか説明しろ。あれよ。料理ってスピードが命な部分もあるから。うん、確かに。どんどん料理出してほしいもんな。それは大事だ。ということらしいがそれ以外は何もない。全部無属性なので有利にもなれない。結界も割れない。逆に不利属性もないと考えましょう。ね。ついでに威力も大したことない。ぐぬぬ。ではここからラストワードな。デフレーションワールド。時間の収縮、因果率の崩壊、偏在するナイフ、過去、未来、今、すべての刃が切り刻む、デフレーションワールド。陰気よりの全体金属製斬撃弾、吸血鬼特攻ってのも載ってるな。レミリアを締める気満々じゃん。そんなつもりはないのよ。ブーストすると吸血鬼に用を多く効くナイフをたくさん軽減させてくれるぞ。おい咲夜、一体それはどういうことだ。そんなこと私に聞かれても、てかなんで出てくるのよ。あれ、
攻撃前のバフはこれにはないんだな。そうだな。速力補正があるナイフも投げるが補正値がいかんともしがたいし。まあ、ナイフ全部投げておしまいだ。もうちょっとマシな締め方してほしいわ。じゃ今度は気質だな。気質って要は有利か不利かの話だな。自然に入ってくるスタイルか。さすがです、お嬢様。何が？これ最初は上向きの人星に強くて下向きの日と土に弱いって見ちゃってたけど逆だったのぜ。つまり昨夜は人星に弱く、日と土には強いということだな。上向きはもらうダメージが増える。下向きはもらうダメージが減ると覚えましょう。つまり星属性満載の私なら昨夜など一頃だということだ。そういう情報はいらない。次は時間を操る程度の能力についてだ。私の代名詞とも呼べる力ね。代名詞とは名ばかりのちょっとパッとしない能力だがな。こいつらいちいち感に触る言い方しやがって。結果以上、大電の効果を受け付けない。ブースト使用時、自身の速力を1ターンの間1段階アップ。速力は確かにそうだが、お嬢様まで大電を受け付けないのは割といいと思うぞ。大電食らうと回避が低下する上に確率で1ターン行動不能にされるからな。雑魚敵とかに使われると割とストレスになる。精神衛生上において結構役に立つんだぞ。さすがお嬢様、わかってらっしゃる。へえ。では今度はスキルだな。まずは時間操作、自身にファストを付与。それから自身のインコを2ターンの間3段階アップするわ。ファストってなんだ？同じ条件なら速力値関係なく先制できる能力だ。全員が通常ショットなら必ず先制したり、敵がスペルカード使ってきても昨夜もスペルカードなら必ず先制できるんだな。注意点として敵がスペルカードで昨夜は通常ショットだった場合、ファストを付与してもスペルカード優先が適用されるのぜ。まあでも、ここぞという時のインコアップ目的で使えば問題ないわ。続いてアジェイルワークだ。速力を3ターンの間3段階アップ。これはスペカと組み合わせて気持ち攻撃力アップ用ってことでいいかな。まあ、そうね。自分で言うのもなんだけどそんなに重要性高くないわね。3つ目のナイフ装填だ。ダイレミリア特攻用のな。そうなのか。到底許されることではないぞ。違います。なんか知りませんがナイフ用意すると霊力が生き上がるんですよ。またまたわけのわからんことを。お前絶対私をバカにしたいだけだろ。残念だがレミリア、昨夜の言ってることで合ってる。マジかよ。使いどころは初手だな。これのおかげで少ない手までブースト3まで持っていけるわ。再び使えるようになったらまたすぐ使うのぜ。なるほど。自力でしかも手軽に霊力上げられるのか。これはスキル覚えたら優先して育てたいな。スキルに関してはこんなところか。今度は特性の話だな。まずはメイド学習術よ。攻撃された後 50% の確率で3ターン速力を1段階アップするわ。スピード中のスピードでも目指してるのか。なんだそれ。まあスピード系の情報修正が来たら化けるだろうな。二つ目は仕事の下準備。ウェーブ開始時に 25% の確率で相手単体の命中を3ターンの間1段階ダウンするわ。もっとコンパクトにまとめろ。無理です。発生率は低いが命中ダウンは被弾を減らせるからなかなかいい能力だよな。三つ目はクイック休憩か。ターン開始時に半分の確率で自身の霊力を 0.25 アップするわ。毎ターン霊力アップガチャかよ。私にもよこせ。無理です。昨夜はスキルのナイフ装填もあって霊力は溜まりやすいキャラだな。あとは剣士時のスピード連携についてだな。後衛になるときは交代相手の速力、命中、回避を3ターンの間アップするわ。前衛になるときは交代相手の速力、命中、回避の強さ上昇を3ターンの間一部引き継ぐのぜ。あれ？じゃあもし交代相手の速力とかが上昇してなかったら恩恵なし？そういうことになるな。速力はともかく命中回避アップはありがたいな。という感じで私単体の能力はこんなところよ。まだ続くぞ。次は昨夜におすすめした絵札の紹介だ。攻撃式と比べると圧倒的に見劣りするけど基本はゴリラだからな。やっぱり攻撃アップ系か？ゴリラよな。ゴリ押し系と言いなさい。いや、変わってない。霊夢の言う通り陽光かインコアップ系もいいが、やっぱり昨夜におすすめしたいのは斬撃アップ系かな。となると切れないものはあんまりないとか。通行止めあたりがいいのかな。昨夜のステカは全部なんたら斬撃弾だからな。相性は抜群だ。私を選んだあなたはぜひこれらを装備させてね。それともう一つ、ハルデス用都市ネアの紅茶もおすすめしたい。お、私か。さすが私だ。この二つの絵札は共にスペカ使用時に霊力 1.5 上昇という特性がある。ワンターン目にこれを装備したスペカを使えば次のターンには誰でも霊力3を確保できるでしょう。さらにどちらも攻撃ステータスに数値を上乗せできるので。特に私の方は陽光、陰光両方上がるからより火力を求めるなら私を選ぶがいい。っていうかこの絵札全キャラにおすすめしてもいいんじゃないか。そうだな。うちは出撃メンバー全員に二つずつつけてるしな。お嬢様は全部私がいただくけどんね。めまいがしてきた。あ、お嬢様、一体何があったというのですか。というわけで騒動だ。おい昨夜、レミリアなんかほっといて騒動だって。あん、私の騒動？いや完全で勝者でしょ。ダメだな。仕方ない。まあ割かし辛口評な部分が多かったかもしれないが、ナイフ装填や時間操作、殺人ドールの相手回避ダウンとかいろいろ優秀だし、ブースト3の時の攻撃も十分信頼できる威力だ。それにうちではエクストラ周回とか現役戦力でもある。なのでちゃんと育てれば速攻アタッカーとして十分やっていけるので、なんなら昨夜は普通に強い。周りがお化けな奴らばかりでパッとしないだけなのかもな。本当にな。早く私たち恵まれない式のアップデートを期待したい。では今回はここまでな。え、終わり？あ、そう。またね。次紹介するとしたら2番目に全マックスになった私かな。じゃあね。ふふ。他の
動画を見たい方は動画の説明欄かこの画面から見に行くといいわ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってね。